赤シャツハゲドワイトとかも絶対強いやつやからもう嫌やな。まあでもちょっと今回は、王冠、重視でいこうかな。ボロ負けした時の保険としてこういうこと言うとこう。よし。あ、やばい。よく見える。よく見えるな。ベタに板の近くの草むら。え？なんかおるね。オブセッションか。じゃあいいや。やっぱ赤シャツハゲドワイトはオブセッションになるんやな。解除されたベタなとこやな。これは板ぐる帽子の罠。板が倒された時に、その板を壊さずに、ぐるぐる回ってたらいいやつ。あれ？おったな。はい。はい、あー、デッドハードか。はい。よし。で、罠を仕掛けてるそこの近くに着いて。よし。オブセッションは逃がして、オブセッションを狙わないようにするので、これは板使うでしょ。いいか。あ、ちょっと待って。王冠取りたい。よっしゃーい。え、取れた今。取れてない。あ、取れた。レッドハート。どこ？どうしよっかな。マジか。今の回復べきやったかな。あ、でもいいとこ来たぞ。でもせっかくならもう釣りたいな、やっぱ。足早いよー。この人に板をもいっぱい使ってもらって、はい。でも罠かかりすぎて、なくなってしまった。
うい。うい。残り発電機4はいい感じに見えるけど、動いてる発電機が多いから。実際はもっと厳しいやろな。オッケー。あっ、あ、よしよしよし、いいですね。オブセッションの音がしたからね。あ、そっちやってんのか。逃がして、殴れると美味しいな。オッケー、戻って、起こされるのはいいですよ。これを半分切らさせてもらうわ。周りで全員がちょろちょろしてるんやったら、もうそりゃそうする。よし。で、角なんで、逃げ場ないんで。よし。まあ、これはちょっともう、決死は怖いけど、もう抱えよう。大丈夫。OK。さあ、この発電機止められるか。おったな。はい。ようかかるな、そこ。でも別の足跡がある。まあ、ええか。つけられても。多分、ドワイト。そこの発電機も触ってるな。ってことはここに全員おるな。こっちがドワイトか。で、板倒さして、こう追いかけて、追いかけて、まあもうのんびり発電機蹴ったりして、救助さして、どっちでもいいよ。えい。あの状況で発電機触るっつうことは、これは決死持ってるな。えい。向こうがついたんか。どこ行った？1分がわからんな、むずいな。1分ってどれぐらいやろな。押された。向こうへ。足早っ。あら、地下室ですよ。大丈夫ですか？デッドハードも一回使ってるからね。よし。あ、そっか、終わりやったか。見つけた。これはいいですよ。こうして、こうして、こうなるから。トラッパ楽しい。行くか。ドワイト行くか。
長いこと待たしたな。どこや。この辺カラスがおとなしい。見つからんぞ。キラキラして見やすい。ありがたい。向こうの発電機とかつけられへんやろ。あっち見つけとこ。今回ちょっと全滅取りたい気分になってきた。普段あんまりせえへんけど。あ、起こした。おったおったおった。はい、残念。あ、オッケー。よーし。あ、こんなとこに貼っちゃったんや。教えてくれたな。ハッチの場所を。よいしょ。はい。自力脱出からのハッチが一番嫌やからな。見守ろう。あ、ちなみに配信画面のその右上の時計とか画面下のコメントとかは僕が見てる画面ではないので僕には見えてないです。あるんちゃうか。赤シャツハゲドワイトやからな。あ、失血し閉じて。よいしょ。普通に死を選んだか。いや、もてあそばれる獲物最後のお楽しみ、トラッパー楽しい。やっぱり最後のお楽しみでオブセッション殴れないっていうのがストレスにならんからいいな。もてあそばれる獲物は。だから、あ、こいつ最後のお楽しみ持ってるから俺のこと殴ってこうへんねんなって思ったんやったら、もうひたすら発電機がいいんですけどね。やっぱちょっと寂しくなって救助とかしたくなるんやろな。それこそがキラーの思惑やからな。